令和元年8月18日、阿蘇市内の牧の阿蘇市総合センター多目的広場で、e バイク試乗会が開催されました。この試乗会は、阿蘇市や民間活力開発機構などが主催する、阿蘇シェアバイク導入実証実験が8月21日からスタートするのを前に催されたもので、会場には3機種、計40台の電動アシスト機能付き自転車が準備されました。自転車には GPS 対応のスマートキーが取り付けられており、利用者はスマートフォンのアプリを介して利用できるようになっています。まず主催者の阿蘇市から、傾斜の多い阿蘇でもスムーズに走ることができます。阿蘇の雄大な景色を楽しんでくださいと開会の挨拶がありました。そして湯の浦地区を一周する初級コースと、大観峰へ向かう林道を使った上級者コースに分かれて、それぞれ出発していきました。参加者は、湯の浦周辺の田園風景を楽しみながら走ったり、マウンテンバイクでは山道をアシスト機能を使ってスムーズな走行を体感していました。なお、この実証実験は無料で、期間は令和元年11月24日までを予定しており、阿蘇市ではアンケートなどで利便性などの調査をし、料金や拠点などを決めたいとしています。アシストがすごくて乗りやすくて良かったと思います。楽だったし。きつくなかった？はい。楽だった？はい。また乗りたい？はい。